今回は去年の公立高校入試の社会、地理分野で出た地理用語を実際に書く問題です。漢字の記述ミスをしないように漢字もしっかり覚えていってください。今回の問題文は実際の問題文を短く要約しています。北海道の問題です。世界の6つの州のうち人口が約46億万人以上で仏教、ヒンドゥー教、イスラム教が広く信仰されている州はどこか 答え、アジア州。青森県です。ロシア連邦の北部に広がる新葉樹の森林を何と呼ぶか。答え、タイガ。これは青森県と栃木県で出た用語です。南アメリカ州について、砂糖キビやトウモロコシなどの植物原料から作られ、地球温暖化対策になると注目されている燃料を何と言うか。 答え、バイオエタノール、バイオ燃料。青森県です。関東地方について、東京湾の臨海部には大工業が立ち並び、〜何々工業地帯や、京洋工業地域が形成されている。括弧に当てはまる語を書きなさい。答え、京浜。青森県です。 日本の総人口に占める三大都市圏の中で、京都、大阪、神戸と2府1県に広がる大都市圏名を書きなさい。答え、大阪県、かっこ、大阪大都市圏。岩手県です。 日本の工業でよく見られてきた材料や燃料を輸入して高い技術力で優れた製品を作って海外へ輸出する貿易を何というか。答え。加工貿易。秋田県です。模式図の X は世界の三太陽のうちの一つである。X の海洋名を書きなさい。答え。 大西洋。秋田県です。図一の地形図より、この範囲では水田や何々が広がっている、括弧に当てはまる語句を書きなさい。答え、果樹園。山形県です。日本のように国土を海で囲まれた国のことを島国という一方で、 地図中の C 国のように国土が全く海に面していない国のことを何というか。答え、内陸国。山形県と石川県で出た用語です。高知県では温暖な気候を生かし、温室を利用して出荷時期を早めて販売できるようにする何々が行われている、カッコに当てはまる栽培方法を書きなさい。 促生栽培茨城県です。アフリカ州では19世紀末までに多くの地域がヨーロッパ諸国による植民地となり何々と呼ばれる大農園で作物が作られるようになった。括弧に当てはまる語句を書きなさい。たえプランテーション栃木県と滋賀県で出た用語です。 札幌市は同庁所在地で人口190万人を超える大都市である大阪市、新潟市などとともに何々都市となっている。カッコに当てはまる語を書きなさい。答え、政令指定栃木県です。オーストラリアで茶が消費されてきた背景には紅茶を飲む習慣がある 何々の植民地であったことが影響しているのではないか、カッコに当てはまる語を書きなさい。答え、イギリス。埼玉県です。6大陸のうち、地図中の X の大陸の名称を書きなさい。答え、北アメリカ大陸。 埼玉県です。イギリス、フランス、ナイジェリア、日本の中で、穀物の自給率が最も高い、旧の国の名称を書きなさい。答え、フランス。埼玉県です。東北地方は本州の北部に位置し、中央に何々山脈が走り、日本海側に出羽山地などが、太平洋側に北上高地などがあります。 括弧に当てはまる語を書きなさい。答え、覆う。千葉県です。私たちは様々な鉱産資源をエネルギー源や工業製品の原料として活用している。次の表は、ある鉱産資源の生産量上位5カ国である。この鉱産資源は何か 答え、原油。かっこ、石油。千葉県と徳島県で出題された用語です。九州地方には多くの火山があり、それらの火山活動により、温泉などの観光資源や再生可能エネルギーの一つである何々による発電などの恵みがもたらされている。かっこに当てはまる語句を吹きなさい。答え、地熱。 これは、新潟県、岐阜県、山口県で出題された用語です。地図中のまるで囲まれた地域には、三崎と湾が繰り返す入り組んだ海岸が見られる、このような地形を何というか。答え、リアス海岸。富山県です。近畿地方の A から C の府県のうち、府県名と府県庁所在地が異なる府県を選び、 その府県庁所在地の都市名を書きなさい。答え、神戸市。富山県です。多くの国に販売や生産の拠点を持ち、国境を越えて活動している企業を何というか。答え、多国籍企業。 富山県です。1990年代から急速な経済成長が始まり、製造された工業製品は世界中で広く使われるようになり、世界の工場と呼ばれるまでになった国はどこ答え、中国。石川県です。略地図の R の大陸名を書きなさい。 答え、ユーラシア大陸。石川県です。略地図の地域に広がる大地は、富士山などの火山灰が堆積した赤土に覆われている。この赤土、火山灰層を何というか。答え、関東ローム。福井県です。メキシコを中心に。 スペイン語を話す国々からアメリカ合衆国へ移住してきた人々を何と言うか。答え、ヒスパニック。福井県です。アメリカ合衆国の丸の地域ではアフリカ系の人々が20%以上暮らしていて、そこで栽培している農産物の生産量世界上位5カ国が表で示した国である。この農産物名をかけ、 たえ、面下。福井県です。東京都の八王子市、かっこ、郊外に比べ、千代田区、かっこ、都市部の方が気温が高い。このような現象のことを何というか。たえ、ヒートアイランド現象。山梨県です。 略地図中の A の平原はプレーリーの西に位置し、地下水を利用した大規模な灌漑農業が見られ、小麦などが栽培されている。この平原の名前を書きなさい。答え、グレートプレーンズ。山梨県です。 工業製品を陸上輸送する場合、輸送距離を短くすると消費する燃料が削減され、地球温暖化の原因でもある何の排出量が減少するか。答え、温室効果ガス。長野県です。関東平野には日本最大の流域面積を持つ河川が流れている。 この河川を何というか答え、トネ川。長野県です。インドの約8割の人々が信仰している宗教は何か答え、ヒンドゥー教。長野県です。インドで年間の栽培が盛んなこの高原を何というか デカン高原長野県と大阪府で出題された用語です。インドには中国と同様に海外の資本や技術を導入するために進出した海外企業が原材料の輸入や工業製品の輸出について税金などの面で優遇される地域がある。このような地域を何というか 答え、経済特区。岐阜県と愛媛県で出題された用語です。日本列島が属している増山帯は答え、環太平洋増山帯。岐阜県です。カナダ北部は一年の大半が雪や氷で覆われ、 樹木がほとんど育たない。イヌイットと呼ばれる人々のイグルーでの伝統的な生活を知ることができた。この地域の気候帯は次のうちどれだえ、寒帯。静岡県です。C の県の県庁所在地には世界文化遺産に登録された原爆ドームがある。C の県名を書きなさい。 答え、広島、かっこ、広島県。静岡県です。河口付近には、川が運んできた細かい土砂が堆積して、平地ができやすい。そのようにしてできた河口付近の平地を何というか。答え、三角数、かっこ、デルタ。 静岡県です。関東地方から九州地方北部にかけて連なっている帯状の工業地域は何と呼ばれるか。答え、太平洋ベルト。愛知県です。南アメリカ州にある B-300 には6 0 0 0メートル級の山々が連なり、高度によって異なる自然環境が見られます。この B-300 は 答え、アンデス山脈。愛知県です。トウモロコシや何々は、アメリカやブラジルなどで石油に代わるエネルギー源である、バイオ燃料の原料として利用されている、括弧に当てはまる最も適当な農産物を書きなさい。答え、サトウキビ。三重県です。 千葉県にある貿易学が全国一位の国際空港を何というか答え、成田国際空港。滋賀県です。オーストラリアの鉱山で見られるような鉱産物を地表から直接削り取りながら渦を巻くようにして地下に掘り進んで採掘する方法を何というか 答え、露天堀。滋賀県です。日本が原油を一番多く輸入している西アジア地域の A の国はどこか。答え、サウジアラビア。滋賀県です。1960年にはイラクなどの産油国が何々を設立し、 世界の原油価格への影響力を強めるようになった。括弧に当てはまる語句を書きなさい。答え、OPEC、括弧、石油輸出国機構。京都府です。アメリカ合衆国は、地球環境問題の解決に向けた協定に、2021年に復帰した。 すべての参加国が温室効果ガスの削減目標を定め、その目標を達成するために努力していくことを義務付けた、この協定を何というか。答え、パリ協定。京都府です。東京都を出発して、 国道4号線を青森県まで北上する際に通過する都道府県をすべて順にまとめた A に入る県名をかけ。答え、福島県。大阪府です。北アメリカでは USMCA と呼ばれる新たな貿易協定が2020年に発行された。 USMCA に加盟している参加国は、アメリカ合衆国とカナダと、あと一カ国はどこか。答え、メキシコ。大阪府です。非営利組織、かっこ非営利団体は、福祉、教育、街づくりなどの国内の課題に対して活動している民間団体である。略称をアルファベットで何と表されるか。 答え、NPO。大阪府です。我が国の防衛を主たる任務とし、災害発生時に知事らによって派遣要請を受けて、現地で救済などの災害派遣活動を行う組織の名称を漢字3字で書きなさい。答え、自衛隊。奈良県です。 ヨーロッパ州を流れる X の国際河川の名称をかけ。答え、ライン川。奈良県です。フランスでは小麦やライ麦などの穀物の栽培と、豚や牛などの家畜の飼育を組み合わせた農業が行われてきた。このような農業を何というか、 答え、混合農業。和歌山県です。ヨーロッパ州の国の言語を大きく3つに分類して表したものである。Y に当てはまる言語を書きなさい。答え、ラテン。和歌山県、鳥取県、長崎県で出題された用語です。 略地図中の X で示された地域の沿岸部に見られる氷河によって削られた谷に海水が深く入り込んだ地形を何というか。答フィヨルド。鳥取県です。温室効果ガスの排出量が中国に次いで多いアメリカ合衆国で近年、燃やした時に二酸化炭素の排出量が少ない天然ガスの利用が増えている。 中でも何々はアメリカ合衆国に豊富に埋蔵されており、新しい資源として注目されている。この、カッコに当てはまる資源とは何か耐え、シェールガス。島根県です。北海道のエトロフ島、クナシリ島、シコタン島、ほぼ前群島は、ロシアが不法に占拠している。この、日本国有の領土を何というか、 答え、北方領土。岡山県です。この用語は鹿児島県でも出題されています。ヨーロッパ州にある X の山脈名を書きなさい。答え、アルプス山脈。岡山県です。冬季には北西から吹いてくるこの風の名称を書きなさい。 たえ、季節風。広島県です。地形図について地表の同じ高さのところを結んだ線を何というか。たえ、東高線。広島県です。東京、サンフランシスコ間の航空路線の往路と袋の平均飛行時間に約2時間の違いがあるのは何という自然条件が影響しているためか。 答え偏成風。広島県です。夏は米、冬は小麦というように、一年に二つの作物を異なった時期に同一の農地で作ることを何というか。答え二毛作。山口県です。中部地方の太平洋側では、温室やビニールハウスを用いて、 野菜や花などを栽培する農業が盛んである。このような農業を何というか。第、施設園芸農業。山口県です。アラブ市長国連邦をはじめとする西アジアの国々で最も多くの人々に信仰されている宗教は何か。 答え、イスラム教。徳島県です。インドネシアでは一日の天気が変わりやすく、午後から夕方にかけて一時的に強風を伴った強い雨が毎日のように降る。この雨を何というか。答え、スコール。香川県です。 略地図中に X で示した大陸は6大陸の一つである。この大陸は何と呼ばれるか答え、オーストラリア大陸。香川県です。秋田県の沖合を流れる暖流を何と言うか答え、津島海流。 愛媛県です。この用語は長崎県鹿児島県でも出題されています熊本県の阿蘇山には大きなくぼ地が見られるこのくぼ地は火山活動によって火山灰や溶岩が噴き出した跡がくぼんでできたものであるこのような地形を何というか答え、カルデラ。高知県です この用語は大阪府でも出題されています。アメリカ合衆国のサンフランシスコ郊外には、コンピュータや半導体関連の先端技術産業が集中している地域がある。この地域を何というか。たえ、シリコンバレー。福岡県です。日本を7つの地方に区分したとき、次の条件に当てはまる地方を2つ書きなさい。 条件1、1980年に比べ2022年の方が人口が増加した都道府県が減少した都道府県よりも多い。条件2、人口が100万人以上の都市が2つ以上ある地方。第、近畿地方と関東地方。佐賀県です。経済格差が拡大する中国で見られる。 収入の少ない内陸部の農村に住む人々が沿岸部の都市に移動することを何というか。答え、出稼ぎ。佐賀県です。デンマークなどで盛んに行われている海岸部や山間部などに設置されている再生可能エネルギーを利用した発電は 答え、風力。佐賀県です。日本の川は流域面積が狭く、短くて急流なので、降った雨が短時間で海まで流れる。そのため、何々を作って川の水量を調整している。カッコに当てはまる語句を書きなさい。答え、ダム。長崎県です。アメリカ合衆国には、 北緯37度以南に情報技術産業や航空宇宙産業が発展している地域がある。この地域を何というか。答え、サンベルト。熊本県です。 A の国で1990年代前半まで取られてきた人種隔離政策を何というか答え、アパルトヘイト。大分県です。この用語は山口県、熊本県でも出題されています。資料はカメルーンの輸出品目の内訳について示したものである。このように。 特定の輸出品目に依存する経済のことを何というか。答え、モノカルチャー経済。宮崎県です。愛知県と富山県に当てはまる地方名を書きなさい。答え、中部地方。 鹿児島県です。他国が200回リー内の何々を設定したことにより、取る漁業から育てる漁業への転換が進められた。カッコに当てはまる語句を書きなさい。答え、排他的経済水域。沖縄県です。 沖縄県、鹿児島県の新しい観光資源に関連して、この島々の海岸部の加工や湿地などには、この写真のような樹木群が見られる、この樹木群の総称を答えよ答え、マングローブ。お疲れ様でした。今回は、去年全国の公立高校入試で出題された、地理用語を書く問題の一問一答でした。隙間時間に聞いたり、 倍速視聴して解いてみたりして効率よく復習ができます。このチャンネルではあらゆる情報をシンプルに楽しく学べるように一問一答形式で作っています。動画が勉強になったと思われた方は高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。エヴァの一問一答でした。